じゃあ一回スタート出していきたいと思います。今までの悪い出し方、まあ、良くない出し方はこれですね。だからやっぱりこうトスを斜めにこう引き込んでしまってるから、まあ、いわゆる見えへんであったり、多分垂直に上がってないって言われちゃうんですよね。でまあその厳密にはこれをしっかりまっすぐ上げた状態で出せるようにするってことが大事かなと。一回やってみます。どうする？いや大丈夫、今のちょっと怪しい。ああ、なるほど。投げた瞬間にこっちが飛んでるから、あちょっと意味がない。トスがやっぱりずれちゃうんですね、僕の場合。厳密に言ったら、こっから投げて、ここに落ちてくることは、これは OK なのかどうかっていうところが多分問題で、うん、でもみんな多分そうだと思うし。うん、その最初からこっちに投げ上げるのがさすがにちょっと反則かなと思うけど、こう投げてここに落ちるっていうのは多分トップ選手でも多分そうなってるから、それは許容範囲じゃないかなとは思うけどね。あでその森田さんから見て今のサーブの範囲が OK だろうかお願いします。強くなって、今だったらトスがだいぶ斜めだったと思うんですけど、こう、多分これが一番ひどい時、うん、それからこれを、まあ、その表のマックルと同じように変えてくる、どうですかね。うん、それがルールなんかそうしたらあかんと思う。後ろから見ると多分それが露骨になんか見えてしまうみたいな、多分正面から見るよりも。だからこの前の加藤君のサーブはこうやった、これはもうアウト、こっちに投げる、これはこう投げた上でこっちに落ちるのは、まあ正面から見たら文句つけようないですからね、逆に。審判さんも多分それに関しては多分言わへんと思うし、まあ、とりあえずやっぱりその指摘された部分は間違いではないから、やっぱりその良くない部分はしっかり直していこうと思いますし、まあ、その練習もやっぱりやっていきたいと思うんで、まあ、また私のサーブ動画
出させていただきたいと思いますので、まあ、温かい目で見ていただければ、ほんまに悪いところがあれば、まあ、ご指摘していただいて、その部分は私自身に直そうと思いますので、またご視聴いただければと思います。ちゃんと直していきますのでお願いします。これはあかんと、あかん、今回ちょっと何か掴めた気がします。ありがとうございました。